今日はベリーブック2月号のアンパンマンおしゃべりいっぱいエレベーターを紹介しちゃうわよ。エレベーターなんてとっても楽しそうね。開けてみるわよ。何よこれ、何もついてないじゃない。蓋はついてるけど、どういうこと？ニニちゃん、ニニちゃん。あ、ガラピコ、ねえ見て、何もついてないの。あ、これですか？この本の中にあるものを自分で組み立ててつけるんです。そうなんだ。ガラピコが説明しましょう。本を開くと、ここについています。これを切り取って、自分で組み立ててみましょう。デパートにお買い物に来ました。エレベーターに乗って何階に行きましょうということで、私は今1階にいます。3階に行こうと思います。上に参ります。3階です。着いたわよ。あ、ドキンちゃん、靴を見ようかなって書いてあるわ。あ、ここはお洋服と靴の階ね。メロンパンダちゃん服を選んでる。おしゃれしたメロンパンダちゃん、行ってみたいわね。ではでは、次、2階に行きましょう。2階に参ります。2階です。2階です。あ、バイキンマンよ。おもちゃが欲しいぞ。ってことはここはおもちゃコーナーね。行ってみるわよ。あ、クリームパンダちゃんが電車を見てるわ。ぬいぐるみとか本とかおもちゃがあるわ。私もおもちゃ欲しい。では最後、下に参ります。下に参ります。1階ですね。1階です。あ、アンパンマンよ。1階には何があるのかしら。パン屋さんよ。食パンマンがパンを選んでるわ。ケーキちゃんがお店の人ね。うわー、ケーキも美味しそう。この食パンって食パンマンのところから仕入れたのかしら。気になるわね。え、食パンマン答えて。答えてくれないか。ではもう一度上に行きます。上に参ります。やっぱりおもちゃコーナーよね。2階です。やっほーバイキンマン、やっぱりおもちゃコーナーよね。ってな感じで、お家で簡単にエレベーターごっこができます。ボタンを押すとこのアンパンマンが光るの。アンパンマンおしゃべりエレベーターボタン紹介しました。みんなも買っていっぱいボタン押してみてね。とっても楽しいわよ。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。このかわいいこぶたさんのマークを押してチャンネル登録をお願いします。あ、こっちの動画も面白そうよ。見てね。